皆さんこんにちは、ホッシーです。今日も氷河類やっていきましょう。今日の動画はですね、5000万 TP 以下で獲得できるおすすめ選手を6人紹介していこうと思います。結構ね、 DM で安くて強い選手誰がいますかっていう質問来るんで、ちょっと今回はね、動画でお話ししていければなと思ってます。で、今回ね、5000万以下に設定したんですけど、多分ね、5000万以下だったら結構サクッとは取れるとは思うので、ちょっと今回ね、5000万以下にしてみました。もちろん今回紹介する中でも3000万以下とかの選手もいるんで、ぜひね、今回の動画参考にして選手の獲得、チーム強化やってみていただけると嬉しいです。で、一応ね、ポジションもバラバラになるようには選んだので、ぜひ自分のお目当てのポジションの選手がいればなと思っております。そしたら早速1人目から見ていきましょう。まず1人目がノイアー選手ですね。こちらはフラッシュバックイベントのノイアーとなってます。市場での値段が2850万となってます。オーベル115のポジションがゴールキーパー、利き足が右の193センチ、スタミナ5、逆足4となってます。能力見ていくと、もちろんゴールキーパーの能力高いですね。ダイビング195、ポジショニング195、反射神経、ハンドリングも195へと。スキルブーストもナンバーワンということで、ダイビング、ポジショニング、ハンドリング、キック、反応力と、上がる能力も非常にいいですね。やっぱこのね、ダイビングとポジショニング上がってくれるっていう点がね、キーパーにとってかなり重要になってくるとは思うので、ここが上がる点が非常にいいかなと思います。さらにここに身長も193センチあるので、さらに止めてくれるんじゃないかと思います。2つ目がアタック中、ディフェンスが中と、個人技ステップオーバー、特性がリーダーシップロングスロー1対1ということで、特性に関してもかなりいいですね。やっぱり安くて強いボールキーパーって言ったらね、このノイアー選手が一番にね、浮かんだので、ちょっと今回は紹介させていただきました。まあ、117、116のボールキーパーと比べてもそんなにね、遜色はないと思うので、全然ね、このキーパー育成すればいいかなと個人的に思います。続いて2人目見ていきましょう、こちら。ヘデル・ミリトン選手ですね。この選手は CL のミリトンですね。値段が3500万となってます。オーベル114のポジションが CB、利き足が右の186センチ、スタミナ級が逆足3となってます。能力見ていくと、瞬発スピードもしっかりあって、マーキング185、スライディングタックル181、ヘディング185と。この選手スキルブーストがディフェンスということで、上がる能力、ロングパス、バランス、マーキング、スライディングタックル、ヘディングと、非常にいいですね。まあ、センターバックでね、スタミナ級あるっていう点も、最後の最後までね、しっかり走ってくれるんで、そこもいいかなと思います。活動量アタック中、ディフェンスがこう、個人技シザーズ、特性がアクロバティッククリアと。この選手はね、もちろん能力も強いんですけど、すごい相手にいて、戦っていてすごい嫌な選手だったんで、ちょっと今回紹介していきました。やっぱ育成すれば相当強いですし、114ってことでね、結構育成もしやすい選手なんで、まあ、6進とかにして使うのがね、いいのかなと思います。活動量もね、ディフェンス高あるんで、かなりその点もいいかなと思います。続いて3人目見ていきましょう、こちら。キンペンベ選手ですね。この選手の値段は2300万ですね。オーベル115のポジションが CB、利き足が左の189センチ、スタミナ級が逆足3となってます。能力見ていくと、瞬発スピード190超えということで、めちゃくちゃ強いですね。マーキングも187、スライディングタックル190と、ディフェンス能力も非常に高いですね。スキルブーストが積極性ということで、マーキング、スライディングタックル、ヘディング、積極性ジャンプと、上がる能力も、ね、かなりこれいいですね。ジャンプヘディングも上がっていて、身長も189センチあるので、かなり、ね、空中戦でもやれるかなと思います。2つ目がアタック中、ディフェンスがコート、個人技経路変更ロール、特性がリーダーシップ、アクロバティッククリアと。ということで、まあ、特性もね、2個持ってるんで、これに関してはね、入れ替えてみてもいいかなと思います。まあ、この選手ね、Cイベントレトロサマーの選手なんですけど、結構ね、市場でも出てるし、値段がね、2300万とかなり安いんで、この選手はね、本当におすすめです。ちょっとね、決定力が100とかね、そこだけ心配なんですけど、結構ね、センターバックでもこのゲーム、コーナーの時上がったりとかして、シュート場面あるので、そこだけ心配なんですけど、まあ、また守備だけさせたら一級品なんで、かなりね、おすすめの選手です。続いて4人目見ていきましょう、こちら。ソン・フンミン選手ですね。こちらフラッシュバックのソン・フンミンとなってます。値段が3900万ですね。オーベル114のポジションがレフト・ミッドフィルダーと、利き足が右、183センチのスタミナ級逆足5となってます。能力見ていくと、瞬発スピードしっかりあって、あとはね、決定力、ドリブル、パスも高いんで、自分でシュートもできるし、チャンスメイクもできるといった選手になってます。スキルブーストが決定力なんで、決定力、シュートパワー、ポジショニング、ドリブル、ジャンプということで、まあ、ジャンプはね、正直上がらなくてもいいんですけど、ドリブルと決定力上がるっていうのは、ね、非常にいいところだと思うので、この選手もかなり強いですね。で、かつそれがアタックコー、ディフェンスがコーと、個人技ルーレット、特性がソリッドプレイヤー、フィネス、シュート、ロングシュート、テイカー、スピードドリブラーということで、まあ、特性に関しても問題ないですし、まあ、なんといってもソン・フンミンね、逆足後、これがね、かなり強いですね。で、この選手ね、サイドハーフの選手の、ね、特訓でね、スピード上がるんですよ。それがね、めちゃくちゃ強い。やっぱサイドハーフはね、どうしてもサイド駆け上がったりとかしてスピード必要になってくるんで、それがね、特訓で
どんどん上がっていくんで、この選手も、ね、かなりおすすめです。 OBR も、ね、114で育成もしやすいと思うので、6進とか、まあ、なんなら7進までねして使ってみるのがいいかなと思います。続いて5人目見ていきましょう。こちらガリーシャ選手ですね。値段は約4500万となってます。 OBR115 のポジションが右ウィング、利き足が右の169cm、 スタミナ級の逆足4となってます。能力見ていくと、瞬発スピードしっかりあって、瞬発はね193とかなり高いですね。あとは決定力もしっかりあって、ドリブルも195と高いんで、かなり自分でねボール運ぶこともできるのかなと思います。でスキルブーストが敏捷性ということで、決定力、ドリブル、敏捷性、バランス、反応力と、このね敏捷性ね上がるのがめちゃくちゃいいですね。でこれ、ね、ガリンシャ選手小柄で小回りが効くというか、かなりすばしっこい選手になってるんで、そこにさらに敏捷性上がってドリブルも上がるということで、使用感の方めちゃくちゃいいと思います。結構ねこの相手にいてね抜かれる場面も多かったんで、この選手多分使ってみると使いやすいと思います。ガソルがアタック、コアディフェンスが低い、個人技レインボー、特性がパワフルフリーキック、フレア、スピードドリブラーということで、まあ、個人技レインボーがねちょっと残念なんですけど、それでもね、まあ、フェイクショットとかもスキルムーブでつけれますし、まあ、レインボーもね使いどころによってはめちゃくちゃ強いんで、そこまでね悪くないのかなとは思います。特性に関しても文句なしですし、逆足もね一応4あるんで、全然ね逆足でもシュート狙えるのかなと思います。そしたら最後の一人見ていきましょう。こちら伊藤純也選手ですね。この選手の値段は4900万となってます。オーベル116のポジションが右ウィング、利き足が右の 176cm、 スタミナ級逆足4となってます。能力見ていくと、瞬発スピードかなり高いですね。瞬発に関しては200オーバーということで、めちゃくちゃ強いですね。決定力はねちょっと179とちょっとね低くはなってるんですけど、しっかり育成すればね問題ないのかなと思います。でスキルブーストポジショニングなんで、シュートパワー、ポジショニング、敏捷性、バランス、ヘディングと、ヘディングはね別に上がらなくてもいいんですけど、敏捷性上がる点でもさらにドリブルもしやすくなるのかなと思います。で活力がアタック、コア、ディフェンスが中、個人技ダブルタッチ、特性がスピードドリブラーということで、この個人技のダブルタッチめちゃくちゃいいですね。やっぱね何かとダブルタッチ使えるので、どの場面でもここはね非常にいい点かなと思います。特性に関してはね一つしかなくて残念なんですけど、それでもね持ってる特性いいので、それはね変えずに使えればなと思います。まあ、本当にね自分で突破してもよし、シュート狙ってもよしの選手なんで、逆足でも狙えるという点も強いですし、この選手もねかなりおすすめです。結構ね5000万ギリギリのラインで、もしかしたらねこの動画出す頃には上がってね5000万超えてるかもしれないんですけど、ぜひね気になる方は取って使ってみてください。はい、ということで今回は5000万 TP 以下で獲得できるおすすめ選手6名を紹介していきました。 TP 高い選手はもちろん強いんですけど、安くてもこんだけ強い選手いるんで、節約できるところはねしっかり節約して、その余った分でねまた強い選手取るのがいいのかなと思います。もしねこのシリーズ好評だったら、今度はね1億 TP 以下とか、もっと3000万 TP 以下とかに区切ってもいいのかなとはちょっとね考えてます。ぜひねこの TP 以下で獲得できるおすすめ選手教えてくださいみたいなのがあれば、コメント欄とかね DM で言っていただけると、その動画ね作れればなと思います。もし今回紹介した選手ね獲得した方いましたらね、使用感の方なんかもコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。でチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。